記号 PR 記号開き格好ワシントン・コウモト・コウタ・トジカッコメニューヨーク・タイムズ、電子版は30日、トランプ米大統領との対立が繰り返し報道されているテラーソン国務長官を数週間うちに解任し、公認にポンペオ中央情報局、CIA 長官を当てる人事計画案がホワイトハウス内で立てられたと報じた。トランプ氏が同案を承認しているかは不明という。 複数の政府交換の話として伝えたティラーソン氏をめぐっては、外交政策をめぐるホワイトハウスとの対立が表面化しているほか、トランプ氏を、ノーナシと呼んだと報道され、政権発足1年にあたる来年1月に辞任するとの見方があった。ポンペオ氏公認案については10月にもニュースサイト、アクシオスが報じているが、タイムズ氏はポンペオ氏の公認の CIA 長官に、 トランプ氏と外交政策で近いコットン上院議員、共和党を当てる案も策定されているとしている。ポンペオ氏は共和党下院議員出身 CIA 長官として日常的にホワイトハウスでトランプ氏に面会し、国内外の情勢を報告している。トランプ氏は安全保障に加えて移民政策や議会対応でもポンペオ氏に助言を求めるなど、同志を高く信頼しているとされる。 人事で瞑想の続くトランプ政権は、すでに閣内にいるポンペオ氏を国務長官に横滑りさせることで、混乱を最小限に抑えられると判断している模様だ。